はい、どうも、女性保管計画です。えー、今日はですね、2022年の10月の24日の月曜日ですね。はい。でですね、いやー、この喋りコンテンツを撮るのがすっごい久しぶりなんですよ。多分ね、1週間以上ね、撮ってないです。え、なんでかと言いましたら、先週ですね、あの、先々週、ちょっと風邪をひいて、あの、体調が悪いっていう話をしたと思うんですけど、 えっと、先々週、治ったかなと思いきや、さらにね、もう一つの風にね、やられてしまいましたね。えっと、ね、熱がね、火曜日から土曜日までの間、えっと、38度以上の熱がね、5日、カー、スイン、木金道断で五日間続いたというね。えっとね、だから、もう、なんか大変だったんですよ。あの、まあね、あの、何度か言ってるように54歳の、 まあ、あの、一人暮らしですんでね、もう、自分が寝たきりになると、あの、自分の生活の面倒を見る人っていうのが自分しかいないので、まあ、まずね、なんていうの、洗濯物をまるでしょで、もう、台所とか、まあ、出、出前もんあの、リーファーランドとかでね、取った出前のケースでもう、ぐちゃぐちゃになってる、あの、キッチンが。 非衛生的ですしね。38度以上の熱で寝込んでるんで、まあもうね、こうなんていうの、ティッシュとかがもうそこら中にね、散らばってたりとかしてて、で、さすがにこれはもう、あのコロナじゃないかと思って、あの熱が38度になってからの2日間ぐらいはやっぱ外に出る気力すらないんですよ。動くことすらできないし、歩くのもなんかね、 あの、風邪をひくとね、また、あの、半月板のあたりがね、痛くなるんですよね。あの、フォルキズが痛むってやつなんですかね。で、まあ、そんな感じで、とにかくね、あの、寝てました。寝てましてね。いや、寝てる間ね、もう結構いろんなもの見ましたね。あの、まあ、完全にぐっすり寝てるっていう時間っていうのはなくて、やっぱりちょっとね、意識がある時間帯っていうのはどうしてもこう、テレビとか見るんですけど、 ニュースとかばっかり見てるとさすがに飽きてくるんで。で、まあ、やったことと言ったら、その、先々週の風でウルトラセブンを全部見直したって話したんですけど、あの、さらにもう一回ウルトラセブン見直して、で、それから、ウルトラマンエースを10話ぐらい見たかな全部は見てないんですよ。あの、つぶらやこ公式チャンネルで、あの、出てるウルトラマンエースの、 を、ま、ピックアップして見て、うん。で、それから、ウルトラ Q もね、割と全話ぐらい見たなぁ。全話ぐらい見た。うん。それから、宇宙戦艦ヤマトの、あの、初代宇宙戦艦ヤマトをもう一回見ようとか思って、ちょっと見始めたら、なんか、デスラーの人生っていうのをもう一度振り返ってみたくなって、で、あのー、テレフィーチャー、えー、新たなる食べを全部見て、 え、それから、宇宙戦艦ヤマトフリーを、い、なんかね、割と全話見直したかもしれない。初めの何話かはね、ちょっとはしょったような気がするんですけど、あの、時空潜水艇が出てくるようなあたりから、あの <laughs>、なんかすごい気になって、あの、あの時デスラーと一体何を語ってたのかなとかっていうのがすごい気になって、見始めたら止まらなくなって、結局最終話まで見た。まあ、 そんなに長くないですよね。20全部で25話ぐらい。半クールじゃな、2クールで終わったような感じですよね。多分ね。自分が小学生6年生だったと思うんで、1980年の秋から春っていうような感じでね。で、その時ね、自分リアルタイムでね、あの、見れなかったんですよね。その時ちょうどね、あの、中学受験の勉強が忙しくて、土曜日のね、その午後7時までっていうのがなんかね、特別、 クラスみたいなに入ってたんですよ。なんで、7時に終わってからもうダッシュでね、あの、タル駅から自分が住んでるところまで帰るんですけど、まあね、帰ったところで7時20分ぐらいに家に着くんで、に、あのー、終わるところだけしか見れないみたいなね、うん、ん感じでしたね。でもな、なんだろう、なんかあの歌詞に泣きましたね、あの、終わりの歌で。あの、テレサだとか、スターシャだとか、サーシャとかが出てくる、あの、 ティーレドリラティラドリエドリラトタドラっていう曲に、なんかメロディーはそう、かつてサーシャの時とかに多分あったと思うんですけど、あの、ヤマトヨトロニとかねあれになんか、あの、素人の方が歌詞をつけて、なんか優秀賞に選ばれたみたいなんで、で、山口ヨ子さんが一応なんか、その歌詞のなんていうのかな、光悦みたいなのはしてるんですけどね、 あれの最後のね、空は暗いですか寂しいですかって歌詞がつくんですけど、なんかね、ちょうどね、ヨーロッパでね、寝込んでる時にね、こんな歌詞ね、ちょっとやばいっていうか、あの、空暗いですからね、あの、ヨーロッパの、もう、 この辺りから冬って、一日に2時間か3時間ぐらいしか日照時間がないみたいな感じが強多いんで、日が多いんで、あの、空はいつも暗いんですよ。暗いところで。で、やっぱりね、この中年でね、中年かもう老年なのかもしれないんですけど、病気で寝込んでるとね、あの、寂しいですよね。<laughs> でもなんかね、サメサメと泣きましたね。うん。<laughs> はい。 まあね、その、ね、その後もね、結構だから一週間ぐらいドカッと家でゴロゴロしてたんで、あのー、ほんとね、あの、いろいろ見えました。例えばなんだろう、あのー、ここ5年ぐらいだと思うんですけど、あの、YouTuber に元特撮のね、あの、俳優さんがなんか自分でね、チャンネルをやったりするのがなんかすごく多くなってきたなと思ってて、5年前とかでそういう目立って活動してたのっていうのは、 多分、ハンダ・ケント、あの、ファイズの、仮面ライダー・ファイズの、が、なんか、その、演歌系のとかで、あの、演歌系というか、あの、演歌じゃなくて、彼の言う、歌謡曲、昭和歌謡曲ですよね。みたいなんで、チャンネルをやってたり、講座をやってるのは見たことがあるんですけど、今ってすごいじゃないですか。彼自身がそれで、なんか自分がなんか、なんだっけ、サプライザーだっけなんか、あの、昭和の、街を徘徊しながら、昭和のファッションで彼らしい、ハンダ・ケントらしい、 で、街をなんか徘徊しながら、あの、渋谷東急とかが何年に建てられて、みたいな。で、どういうところが昭和のデザインで、みたいなのを語る、みたいな、番組とかがある、あるんですよ。でね、それも面白かったし、あと、理系移動の井上正也だっけあれがね、あの、ピンクとか言って、まあ、ピンクの仮面ライダーっていうのが初めてだったから、その、なんか自分でその特撮のピンクみたいなのを作る、みたいな感じでね、進めてて。 ま、実際それ実装できるというか、実現できるかどうかっていうのはわかんないんだけど、あの、ま、そのね、ディケイドの井上くんにしても、ま、頑張ってんだなっていうのがあって、で、あと、なんだ、あっと、金目淳か。金目ね、あの、仮面ライダー、アギトの G3 の。彼が結構ね、あの、YouTuber として、もうなんかね、チャンネル雑音多いし、ノイズも入ってるし、あの、普通に映像としてはかなりね、クオリティは低いんだけれども、 あの、例えば、その、アギトについて、その G3 の、あの、警視庁組だから、あの、小沢東子あ小沢東子、小沢東子役の、えじゃねえや。あの、小沢管理官と、あと、あの、柴田君柴田君柴田君ってどっちだっけなんかね、俳優名と、あの、役名がちょっとごっちゃになってるんですけど、あの、警視庁組ね、あの、G3 トレーラーに乗っていた。あの、と、北条通。 とかで、座談会やってたりとか、そこになんかあの、田崎監督と井上俊也脚本のね、が加わっての座談会とかもあって、ここら辺がね、もう見ててね、面白かった。なんかすごい懐かしいし、なんかその時の裏話とかやってるし、うん。なんかそこら辺のね、なんか特撮のコンテンツっていうのがね、すごい特撮の、まあもっと特撮俳優の、なんか、まあニッチなネタ、 で、また、なんか、特撮オタクの一部の人にしか喜ばれないようなネタではあるんですけど、まあそういうところでこそね、やっぱ YouTube での配信とかっていうのが活躍するような、あのフィールドなので、そういうところでのね、コンテンツが増えてるっていうのがね、分かったことはね、とても嬉しかったです。はい。今日は大丈夫かなちょっとね、これで何日か、この一週間寝込んでる時も、一応何日間かね、トライしたんですよ。 でもね、鼻水がね、もう流れっぱなしの状態だと、化粧しても化粧しても壊れまくるし、ゆくゆくなんかだ、なんか頭が痛くガンガンになってくるし、で、こう喋ってると、さすがにね、頭の痛さ、頭痛がね、自分の声がなんかよく聞き取れないような変なね、感覚になってきてね、まあ挫折してたんですよ。でも今日はさすがにいけたかな。うん、まあちょっとなんか、疲れがドカッともうね、 10分喋るだけで来てるんですけど、まあ多分ね、なんとかなるかなとあ、自分でね、祈っています。まあ自分をね、大切に。まあほんとね、あの結構ね、風邪ひいてる時にね、女装って結構辛いですね。はい。